今回は、2時3時ライバーの、素で発言する瞬間8選を紹介していくぞ。ライバーさんの素の瞬間が垣間見えるのは、なんだか親近感が湧く瞬間よね。推しが確かに存在するという実感を持てるから嬉しくなるよな。というわけで早速紹介していくぜ。起立、気をつけ。最初に紹介するのは、お嬢様になりたい一般市民こと、100万点バラサロメさんだぜ。もはや知らない人はいないくらいの超有名人よね。今や2時3時の顔だわ。そんなサロメさんの素の表情が見えたのは、月の水戸さんの凸町企画で、以前から交流のあったサロメさんが、そこに参加することとなるんだが、なんだか様子がおかしくてな。よ、様子がおかしい、一体何があったのかしら。というわけでそのシーンを見ていくぜ。あ、もしもーし。あ、もしもし。こんにちは、逆凸です。あ、え、ちょっと待って、めっちゃ音がちっちゃくなっちゃった。あ、すいません、もっと近づいた方がいいですか。え、なんかえ、ちょっと待ってください。あ、はい。なんかあれ、ちょっと私の知ってる あなたじゃない。いやえ、ちょっとあのお名前をお聞かせいただいてもよろしいですか。あ、1、10、100選満点サロメ。あ、100万点バラサロメでございますわ。イエーイ、こんにちは。よろしくお願いします。え、なえ、どういうテンションの高低差ですか。いや、あのなんか今台本読んでました。いや、読んでませんよ。いや、いや、緊張しておりまして。あ、本当ですか。はい、本当ですかよ、はい、本当ですか。あれ、はい、これは確かにいつものサロメさんからはかけ離れた印象を受けるわね。委員長といえば2時3時の前線にして頂点のライバーさんだからな。サロメさんが緊張のあまり普段通りの応答ができないのも無理はないぜ。このギャップもまた彼女のファンを引きつける要因ね。リスナーからも、いや誰、素の喋り方になってて草、こういう一面もあるの好きなどのコメントが寄せられたぜ。ギャップもえっていいものよね。次に紹介するのは、大人気ホストライバーの、不破湊さんだぜ。ホストでありライバーでもあるだなんて、すごい人なのね。私なら忙しすぎてできないわ。彼は大人気のホストで、女性を虜にすることに長けていて、それはライバー活動をしている中でも例外ではないんだが、時折リスナーを置いてけぼりにするとんでもトークをすることでも有名なんだ。それが不破さんの素の姿ってこと？というわけでそのシーンを見ていくぜ。なんか YouTube で動画見たんだけど、クジラに食われたら死ぬらしいよ。ちゃんと俺動画見たんだね、 YouTube で。俺その辺マジで博識だからさ、結構見るようにしてるんだけど、クジラに食われたら死ぬらしい。なんだっけ、あのクジラの噴出から脱出って無理らしい、ほぼで見たけど。その件についてどう思う？みんなショック受けてない？ショックだったらなんか話聞くけど。いや、なんかキノピオだってさ、クジラさ飲み込まれてさ脱出したじゃん。俺その要領かなと思ってたんだよ。無理らしいよ、ちゃんと死ぬって書いてた。これって格闘ゲームの配信よね。なんでいきなりクジラの話に。わからないな。ちなみにだけど、このゲームにクジラのキャラは出てこないぜ。不破さんはこんな素の一面もあることから人気が高いというわけだぜ。言ってることは突拍子もないけど、一緒にいたら毎日が楽しそうね。リスナーからも、クジラ？なんでクジラ？あまりにも脈絡なくて笑った、これが不破湊クオリティなどのコメントが寄せられたぜ。素で発言してる不破さんは面白すぎるわね。次に紹介するのは、鏡インダストリアル社長の鏡隼人さんだぜ。社長の愛称で知られるライバーさんね。女性人気が高い印象だわ。彼は社長という身分からわかるように社会慣れしている方で、どんな相手にでも、それこそ同期や後輩にも敬語を使って会話するんだ。つまりそれがなくなって普通の会話をするときというのは、もったいぶらないで早く教えてちょうだい。というわけでそのシーンを見ていくぜ。格闘44にしとくか。これリスナーのみんな音うるさくない？大丈夫？格闘4。これもしかして僕もし他のところでいいで最終。6マナって付け忘れた。しまった。いい形に入んの？名前変えれますかこれ？え、変えれるんじゃないですか？あ、できるわ。44格闘。44格闘にする。この取り放題じゃ。え、大地って資源がいっぱい。あ、そうだよ。すごい。あ、そうですよ。
いや違います。ちょっとようやくようやく違うんですよ。ようやくハヤト君もいや違うんです。23時に入っていや違うんですよ。慣れてきたのかな。いや違うんです。なんだかやっぱりね、こう今まで話しててちょっとありえん饒舌、ありえない饒舌あったかなって思うんだけど、やっぱりようやく心開いてくれて本当に嬉しい。ちょっと待ってください。うん、大丈夫、大丈夫だよ。何がですか。何がですか。大丈夫だよ、ハヤト、大丈夫。何がですか。大丈夫ですか。何ですか。なんかその生温かいそのリベロドクスか。めちゃくちゃだるがらみされてるわね。でもそれだけ貴重なシーンなのね。そうだな、鏡さんが敬語を崩すシーンはめったにないから、そういった意味でも同じライバーやファンを喜ばせる結果となったぜ。なんだか鏡さんとの距離がぐっと近づいた気がするわ。リスナーからも社長が敬語崩すの珍しい、コラボ相手にめっちゃ詰められててくさ、それくらいリラックスしてたんやな、などのコメントが寄せられたぜ。真面目な人だからこそ、少しの隙が魅力に変わるのね。次に紹介するのは、大間広告出身のふつま氏、長尾圭さんだぜ。大人気のライバーさんよね。いろんなところで活躍を目にするわ。彼は言葉を選ばずに言うなら、陽キャと呼ばれるタイプの人で、コミュニケーション能力が高く、人懐っこい性格をしているんだ。長尾さんは、オタク文化をライバーになるまで知らず、素でとんでもないことを発言するんだ。とんでもないこと、気になってきたわ。というわけでそのシーンを見ていくぜ。おーい来ましたね。まあでもね、はい、天井があるから。天井って何？え天井って何？まあなんだろう、この額出したらあげるよみたいな。あ、そんなのあるんだ。ありますあります。あと、はいはい、多分長尾先輩30ぐらいサポート引いたら天井でキタちゃん交換できるはずだから。あ、そうなんだ。この下にほらサポートカード交換ポイントってあるじゃないですか。はいはいはい。あ、これが200人、そうそうそう、200になったらできます。はい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 、そうそう、それが天井って言います。はい。じゃあ、あと3回ぐらい引いたらもういけるんだ。自力で引かなくても。そうですね、一応。ああ、なるほどなるほど。うん。いろいろあるんだな、この世には。さっきコメント欄の方がなんか、あの長尾圭がオタク用語全然知らないって言って。知らないね。なんかちょっとその気持ちが分かりました今。ひー、これはあまりにも残酷ね。あまりソシャゲに触れてこなかったゆえにこういった事故が起きてしまうんだぜ。長尾さんのピュアさとコミュ力が重なってしまった悲劇だ。リスナーからも、ひえ、長尾くんそれはピュアすぎて事故起きてる、などのコメントが寄せられたぜ。長尾さんの心の綺麗さが目立ったシーンね。次に紹介するのは、運命を司る女神こと、モイラさんだぜ。二次三次一期生のライバーさんよね。落ち着く声が特徴的な女神様だわ。彼女は一期生とだけあって、同期や二期生と交流が深いんだが、それだけじゃなく、二次三次の黎明期の出来事についても詳しいんだ。今回は、そんなモイラさんだからこそ起きた彼女の素が見える瞬間だぜ。一期生のモイラさんだからこそ、どういうことなのかしら。というわけでそのシーンを見ていくぜ。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。モイラさん。電話かけた、たまちゃん。あ、そう、さっきもう一回、なんか、もう一回かけたらいつでも行くねって約束したからさ。このまま呼ばないのはダメだと思ったから。おぉ。もう一回連絡したの。うん、さっき約束したんだって。うん。そのからみんな来たね。待ってんのかと思ったの。うん。待ってたでしょ。ね。ギリギリすぎるだろ。無理やり叩き落とした。いや、お仕事でしょ。もえもえ明日。うん。ああ。優しい出てくる。いや。じゃあと2分ぐらいで終わりにしよう。そうだね。うん。あ、今ね、こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。え、あの、おいらです。どちら様でしょうか。あ、こんばんは。あの、2時3時に入りたい、あの、オーディション志望者です。あ、そうですか。どうやったら2、3時入れます？作った人間がすごい、ね。ウロボロスみたいな。岩永さんじゃん。眠気吹っ飛んでる。眠気が一瞬で吹っ飛んでるわね。この岩永さんってのは誰なの？詳細は長くなるから省くが、初期の二次三次を支えた元お偉いさんなんだぜ。かなり前に二次三次から離れられたから、これには思わずびっくりだったぜ。そういうことだったのね、納得だわ。
リスナーからも、直前まで眠そうにしてたの好き。岩永さんに気づいて素の声出るのくさ。モイモイが素の表情見せるの、何回、などのコメントが寄せられたぜ。かつての恩師を前にして素が出てしまったのね。次に紹介するのは、剣道部に所属している高校生、剣持東也さんだぜ。二次三次の中でもかなり有名な人ね。配信の面白さにも定評があるわ。そんな彼も、二次三次を黎明期から支えた2期生の一人で、今まで活動を続けている分、同期との絆も深いものになっているんだ。だからこそ、気を許した同期には、ついつい素を見せてしまうわけで。これもライバー同士の関係性が見えそうね。どんなシーンか教えてほしいわ。というわけでそのシーンを見ていくぜ。いるかなぁ。あ、もしもし。なに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 、どうした？配信？あ、配信だよ。あ、どうも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 。いや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 、これはまた何の要件でございましょうか。覇気なさすぎる。いや、なに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 、何ですか？5年間ありがとうございました。やめんの？何？え？急に電話、辻褄が合う。ちょっと、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。親戚みたいなもんなんでね。いや、あれ？ 5 年間、5周年みたいなこと？そう、5周年の記念と、登録者30万人、耐久と、あと、重大発表と、おぉ、いっぱいある。あ、どうもどうも。おめでとうございます。ありがとう。なんかどれかおめでとうございます。こんなにもすっと切り替わることある？まるで別人じゃない。企画だと分かった瞬間、この反応になるのもライバー魂が見えてすごいが、それ以前に電話に出た瞬間の素の様子が注目度が高いぜ。裏ではこんな感じなのかと思うと、なんだか嬉しいわね。リスナーからも、スイッチ切り替わっててくさ、もはや誰だよ、裏ではおとなしいのか剣持ち、などのコメントが寄せられたぜ。普段との差が大きいと、なんだかいいわよね。次に紹介するのは、お嬢様な高校生、高宮リオンさんだぜ。いろいろなところでお嬢と呼ばれているのはこの人だったのね。普段は元気な高校生って感じで配信をしているんだが、ふわみなとさんが逆突電話をかけた際に、まるで本人とは思えないほどのラップを見せたんだぜ。そうなの。どんな姿なのかしら。というわけでそのシーンを見ていくぜ。失礼いたします。ちょっと失礼します。まあでもちょっと忙しい可能性もね、全然あるんで、はい、まあどうなるかなみたいな感じで。最後声出なくなってそう。あ、すいません。あ、お疲れ様です、ふわみなとです。すいません、突然おかけしてしまいまして。あ、そうです。でもまだ音乗っけてないんですけど。え、もう、え、今忙しいですか？今若干。え、あ、大丈夫ですか？え、いいですか？あ、今なんかやってました？何やってました？あ、飲んでた。飲んでた。え、あ、なるほどなるほど。あ、ポーションね。はい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 。ご飯食べたり、ポーション飲んだり。はいはい。じゃあ、あ、じゃあ音乗っけても大丈夫ですか？あ、全然いいっすよ。じゃあ失礼いたしますね。はい。あ、じゃあ自己紹介してもらってもいいですか？配信中ですけど。え、高宮リオンです。あー、さっす。こんにちは。リオン様がお越しいただきました。はい、ですけど。あ、すいません、完全オフモードでしたか。そう、すいません、はい、オフモードね、ちょっとポーション飲みながら、はい、ご飯食べながら、はい、あ、すいません、完全オフの時に、はい、だ、え、いいですか、そんな、なんか後ろとかもなんか、あ、大丈夫ですか、あ、大丈夫です、あ、今、はい、逆突させていただいてまして。え、今何の企画？あ、逆突です、謎に。あ、逆突、はい、はい、すいません、はい、ご機嫌よう、すいません、リスナー様。あ、いやいや、大丈夫ですよ。これは確かに本人とは思えないわね。逆突企画は本当にアポなしで行われるから、素の表情が出やすくて、かつ普段とのギャップも垣間見えやすいんだぜ。普段の高宮さんからは想像もつかない声でびっくりしたわ。リスナーからも、最初お嬢だと思わなかった、素の声すぎてくさ、こういうところもお嬢のいいところ、などのコメントが寄せられたぜ。逆突企画、これからもどんどんやってほしいわ。
最後に紹介するのは、ニートでゲーマーな吸血鬼の、クズハさんだぜ。彼も二次三次の顔といえるライバーさんよね。人気っぷりが界隈を飛び出しているわ。彼は、カナエさんとよく一緒にゲームをしていることが多いんだが、それは何も配信に載っている時だけに限らないんだぜ。今回は、カナエさんがちょっとしたいたずらを仕掛けた時に起きた出来事だ。いわば口ドッキリってことね。どんなものか気になるわ。というわけでそのシーンを見ていくぜ。エーペックスはランクどこまでやったの？プラチナまで上げてもらったね。おー、ワッチと奈良さんに。どうだったプラチナランク？いやー強い。いやマジで本気でやってんだけど上がれんのよな。てかパーティーでもきついプラチナ。パーティーきついか。一応言うと配信してるよ。いや今なんか声色的にこいつ配信気づいてんのかなと思って今。いや僕も一応カスタムの流れでさすがにリスナー入ってるっていうのは言ってるから大丈夫かと思ったけど、取り直すんかと思った。そう今こいつだいぶ気抜けてるなと思って今。暴言吐かなくてよかった。ああよかった。いや受けてなくてよかった。今日僕もよかった。なんかテンションもうテンションなんか今日まだびっくりした。まだ気合入ってないなというか、よしやるかぐらいの気持ちだったかな。なんか相槌ハキハキしてんのかなって思って。いやそうだよ。なんかテンション上がったんかなと思ったら言ってて、あぶねー。めちゃくちゃリラックスしてたわね。喋り方も別人みたいだったわ。気の知れた友人だからこそいつもとは違う喋り方になっているんだな。裏でも彼らの仲がいいことがうかがえるシーンになっているぜ。その後のクズハさんの反応も面白いわね。リスナーからも、声乗ってるの気づいてなかったんかい、いつもと喋り方全然違ってくさ、命の危機かってくらい息切れするじゃん、などのコメントが寄せられたぜ。二人の仲が行動で示されるのは嬉しいわね。さて、紹介は以上だがどうだったかな。いつものライバーさんの印象とのラップが生まれるのはもちろん、普段は見えない関係性が見えるのもまた面白かったわね。今回の動画で紹介できたのはほんの一部だから、概要欄の元配信もぜひ見に行ってみてほしいぜ。他にも面白いエピソードがあればコメントで教えてもらえると嬉しいわ。今後もたくさん動画を投稿していくからチャンネル登録、高評価をしていただけるととても励みになるぜ。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。